テセル島沖海戦は、第一次世界大戦中に、オランダのテセル島沖で生起した海戦であり、日常的な哨戒任務中であった、軽巡洋艦1隻と駆逐艦4隻からなる、イギリス艦隊が、イギリス沿岸へ、機雷敷設に向かう途中であった、ドイツ第7反対の水雷艇、NB1 と交戦した。イギリス軍はドイツの水雷艇を攻撃し4隻すべてを沈めた。劣勢なドイツ軍は逃走を試みた後、イギリス軍との絶望的な戦いをした。海戦はドイツ軍の全滅で終わり、テムズ川川口のような交通量の多い航路への機雷敷設は阻止された。イギリス軍の損害は人員、艦艇ともに軽微であった。この海戦での損害は、部隊の有用性に対するドイツ軍指揮官たちの信頼を大きく揺るがし、北海の残りの水雷艇部隊に戦術や配置に大きな影響を与えた。ヘルゴラント・バイト海戦の後、ドイツの大洋艦隊は犠牲が多く、士気を低下させるような敗北を避けるため優勢な敵との衝突を避けるよう命じられた。そのため、たまに行われるドイツ軍による襲撃を除けば、北海は定期的に哨戒を行っているイギリス海軍により支配されていた。1914年10月17日午後1時50分、そのような哨戒活動に従事する軽巡洋艦アンドーンテッド、ラフォーレー級駆逐艦レノックス、ランス、ロイヤル、リージョンからなるハリッシ部隊の第3駆逐軍がテセル島沖を航行中に水雷艇 S115、S117、S118、S119 からなりゲオルク・ティーレが指揮する待機中のドイツの第7反対と遭遇した NB2、S119 が第7反対の旗艦であり、ティーレ少佐自身が直接指揮していた。ドイツの艦艇は接近するイギリスの艦艇の対し、誰何も攻撃もしようとせず、最初は逃走もしようとしなかったため、ドイツ軍は他の艦の到着を待っており、イギリスの艦を味方だと誤認しているのだろうと、イギリス側は判断した。実際は、第7反対は、エムズ川から出撃し、テムズ川、川口などのイギリス沿岸への機雷敷設に向かう、途中で第3駆逐軍に遭遇したのであった。イギリスの第3駆逐軍は、ドイツの第7反対に対して圧倒的に優勢であった。アンドーンテッドは、アリシューザ級軽巡洋艦の一隻で、6インチ、単装砲2機と4インチ単装砲6機及び、魚雷発射管8門を搭載しており、最高速度は 28.5 ノットであった。ラフォーレー級駆逐艦は、魚雷発射管2門と4インチ砲3門及び2ポンドポンポン砲1門を搭載していた。速度は最高29ノット程度を発揮できた。ドイツの水雷艇は、多くの点で、イギリス軍より劣っていた。4隻の水雷艇は古い1898型で1904年に竣工した。速力は28ノットでイギリスの駆逐艦とほぼ同じであった。兵装は5センチメートル砲3門であり、射程も投射量もイギリス軍より劣っていた。しかし45センチメートル魚雷発射管3門を備え5本の魚雷を搭載しており、それがイギリス軍にとって最大の脅威であった。第3駆逐軍が接近すると、ドイツ側もそれがイギリス軍だと気づき散開して、闘争を開始したが、ドイツ艦に近かったアンドーンテッドは最も近くの水雷艇に対して砲撃を開始した。その水雷艇は進路を変更することで、どうにかアンドーンテッドの砲撃をかわしたが、そのために十分な速度が出せず、イギリス艦隊に追いつかれることになった。アンドーンテッドを魚雷攻撃から守り、また可能な限り早くドイツの水雷艇を撃破するため、第3駆逐軍を率いるフォックスは部隊を2つに分けた。ランスとレノックスは S115 と S119 を追跡し、リージョンとロイヤルは S117 と S118 を追跡した。S118 はリージョンとロイヤル及びアンドーンテッドからの砲撃で大破し、艦橋が吹き飛んで午後3時17分に沈没した。一方、S115 はランスとレノックスの攻撃で操舵不能となり、円を描くようになった。この時点でのレノックスの砲撃は非常に有効であり、S115 の艦橋を完全に破壊した。そのような損害にもかかわらず、ドイツの水雷艇は降伏せず戦闘を続けた。続いて S117 と S119 がアンドーンテッドに対する雷撃を試みた。だが、魚雷攻撃に対してもアンドーンテッドはドイツ水雷艇の裏をかき、損害は被らなかった。S118 を沈めたリージョンとロイヤルがアンドーンテッドの元に救援に来て S117 及び S119 と交戦した。リージョンは S117 を攻撃したが S117 は残っていた3本の魚雷を発射し、その後も砲撃を続けた。しかし、そのような抵抗も無駄に終わり、リージョンは S117 を粉砕した。S117 は操舵装置をやられて円を描くようになった後、午後3時30分に沈んだ。リージョンが S117 と戦っていた時、ランスとレノックスは S115 に損害を与えその場には一隻で十分となった。そこでランスは S115 との戦闘を打ち切ってロイヤルと合流し S119 を攻撃した。S119 はランスに対して雷撃を行いその中央部に命中されたが、その魚雷は不発だった。S119 はランスとロイヤルからの砲撃により、ティーレと共に午後3時35分に沈んだ。最後の一隻 S115 はレノックスからの攻撃を受け続けながらも沈まなかった。最終的にイギリス駆逐艦は乗り込みを行い、水雷艇が完全に破壊されていることを知った。そこに一人だけ残っていた乗員は降伏した。他に30人のドイツ人がイギリス艦により救助された。午後4時30分にアンドーンテッドが S115 を沈めるため砲撃を行い、それで戦闘は終了した。ドイツの第4反隊はハリッチ部隊により完全に殲滅された。4隻の水雷艇はすべて沈められ、指揮官を含め200人以上が戦死した。勝算がないにもかかわらず、ドイツの水雷艇は降伏せずに最後まで戦った。イギリス軍の損害は非常に少なくて、4名が負傷し3隻の駆逐艦がわずかに損傷したのみであった。リージョンには4ポンド砲弾1発が命中し、機銃による攻撃で1人が負傷した。ロイヤルには2発の命中弾があり、3から4人が負傷した。ランスは機銃による攻撃で軽微な損害を受けた。残りの2隻は無傷であった。ドイツ人31名が救助され、捕虜となったが、戦闘中の負傷が元で、士官1人が死亡した。また、後で、ドイツ人2人が中立国の船に救助された。開戦の2日前に、巡洋艦ホークが U ボートによって沈められていたが、この開戦の結果イギリス人の士気は大幅に高められた。生存者救助に向かったドイツの病院船オフィーリアが、ハーグリクセン条約の病院船の使用に関する規定違反であるとして、イギリスに捕らえられたことで、ドイツにおいて、いくらかの論争が起こった。沈められた水雷艇は旧式であり、また、いくらかの損害は予期されうるものであったが、水雷艇部隊の全滅は、イギリス海峡やフランドル沿岸に配置されている、ドイツ軍の戦術を大きく変化させた。直接的な影響としては、同様の損害を恐れて、イギリス海峡への出撃はほとんどなくなり、水雷艇部隊は、沿岸の哨戒や海上でのパイロットの救助に当たるようになったことがある。11月30日、イギリスの漁船が敵に奪われるのを避けるためティーレが戦闘中に S119 から投棄した密封された箱を引き上げた。その中には沿岸で活動するドイツ軍が使用していた暗号書が入っており、その後長くイギリスは傍受したドイツの暗号文を解読することができた。水雷艇ではなく、駆逐艦とする資料もあるが、第一次世界大戦時のドイツ海軍の駆逐艦とされるような艦艇は公式にはすべて水雷艇である。グローストルピードボートも参照第7反対には S116 も所属していたが、開戦の少し前にイギリス潜水艦に撃沈されていた。ありがとうございます。